こんにちは。2021年5月4日です。オロロン街道を北上しております。これから向かいますのが初山別です。初山別では初山別天文台、初山別道の駅、それから岬の湯、それから初山別のキャンプ場があります。今回はこの4つをちょっと見てこようかなというふうに思います。まず初山別の展望台に行きまして、中を見させていただきます。なかなかこれ行った時何回もあるんですよ、初山別は。ですが展望台がどうも閉まってましてですね、今回行ったらさすがに連休ということで空いておりました。入場料は200円です。200円を支払いいたしまして、中に入りましたら、係の方がですね、親切に望遠鏡を操作してくれたんですよ。で、今、金星が見えますから見てくださいということで、見ました。確かに、明けの明星とか、宵の明星とかあるんですけども、金星が小さく、見えました。望遠鏡は反射望遠鏡の50センチだっておっしゃってたんですかね。なかなか、この後出てくるんですけども、かなり大きな重たそうな望遠鏡ですね。天文台のドームがこう開きまして、それから動かして、地球の自転に合わせて自動的にいつもずっと金星を追ってるという、ことです。ですんで、じり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 とこうゆっくりこう動きながら、常に追っかけてるということです。なかなか、すごいのを見させていただきました。狙いを定めるのに倍率の少ない、望遠鏡が3段ぐらいありまして、それで最終的に一番大きな倍率で、焦点を合わせて狙いをつけてる、みたいです。それから台が置いてありまして、今望遠鏡は上を向いてるんで、下からこう覗けるんで、人が立ってるとこから覗けると。しかしながらこれが水平方向になってくるととても届かないんですよ。望遠鏡が大きいもんですから。で、ちゃんと台が用意されてまして、その階段を登っていって、そこから、覗くということです。で、中には、カメラが、こう、内蔵されてまして、後からカメラで撮影したものを、まあ、ゆっくり解析するということのようですが、まあ、今の主流はそうですね、どこの望遠鏡も実際生の肉眼で見ることもあるかもしれませんが、ほとんどは、電子的に、映像的に、デジタルカメラで撮って、それを、解析するということですね。まあ、単に星を見るだけで星の動き、宇宙の広がり具合だとか、宇宙背景放射だとかなんとか、その難しいことまで分かるということは本当に天文学者っていうのはすごいですね。よくぞこれだけのことを、勉強してるなというのがあります。よく私よくでもないですけど NHK の衛星放送のあれ見るんですよね。この天文関係のやつ、そうしますとなかなかすごいですね。ただ望遠鏡で見ただけでなんでこんなことがわかるんだろうということまでわかりますね。そのためにはありとあらゆる知識を駆使して、光のドプラ効果だとか重力の重力が歪んでるだとか、なんかそんなことまで全部、見るみたいですが、すごいなというふうに思いました。それから初山別のキャンプ場です。7、8人の方がキャンプされておりました。警察の見回りもぐるぐる回ってるみたいです。バンガローが、8つあるんですけども、そのうち4つはバンガロー埋まってました。あと下の方でテントを張る方、それからキャンピングカーで、乗り入れてる方などが、いらっしゃいました。結構まだ寒いですね。寒いですけども、まあ、ゆっくり連休ここで、暖かい関係ある感じで過ごしていくんじゃないかなと思います。テントを張ってる方は寒いかもしれませんが、バンガローとキャンピングカーの方は、快適ですね。で、近くに岬の湯という温泉施設もあります。この岬の湯は500円で入浴できます。ずっと外の方を見ながら、いわゆる露天風呂で外を眺めながらゆっくり浸かることができます。確か露天風呂はですね、源泉かけ流しだったと思います。で、ここだけが温泉、露天風呂だけが温泉だったと思うんですよね。で、いろいろ効能などがたくさん書かれておりました。ちょっと黄色っぽい温泉で、ぬるい温泉で長時間、浸かることができます。しょっぱい温泉なんで、私はまだ気をつけて、入ってまいりました。そして岬の湯の前の方には、初山別道の駅があります。
中にも入らせてもらいましたが、ちょうど、テーブルで皆さんラーメンだとかなんかその辺を食べてまして、ラーメンの匂いがプンプン、しておりました。で、外の方には、ゴーカートですか、それが乗るようになってまして、2人の方がゴーカートを乗って遊んでました。まあ、エンジンの音がビーッとしながらですね、ゴーカートのコースを乗れるみたいです。料金は見なかったんですけど、確か1000円以下だったと思うんですが、できれば乗ってみたいなとはふと思ったんですけど、あまりスピードの出るゴーカートではなかったんで、ただ、お子様が運転するのに、喜ぶんでないかなというような、感じです。これは、オロノライン、ちょっと内陸に入ってましたでしょうか。違いますね。天塩まで行かないですね。これは、ホットハボロを出まして、それから、進んでいったところです。よいしょ。左側の方が海になります。ちょっと一箇所だけこう内陸にこう入り込むようなところがあるんですけど、ちょうど、そこでないかなというふうに思います。右の方と左の、右の方には風車などがあって盛んにこう、発電しているところです。この頃は太陽光発電よく見ますよね。まあ、風車も見るんですけども、太陽光発電のパネルがすごい数ありますよね。かなりの量の発電をしてるんじゃないかなと思います。なんで、まあ、できるだけ石油を使わず、天然ガスも使わず ということで、かなり、補えるんじゃないかなというふうには思うんですけども、この辺に来ますと風が強いところなんで、大きな風車がぐる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 回るところです。ダブル苫前、ホットハボロを、出ました。ダブル苫前、ホットハボロは、Wi-Fi 環境がいいんですよね。なんで、そこに寄らせていただきまして、家からここまで、羽幌まで走ってきた道中の、動画を、中に入りまして、道の駅の中に入りまして、アップロードさせていただきました。ホットハボロはちょっと写真撮ってなかったんですけども、キャンプ場もあるんですよね。キャンプ場もありますし、中の方は、食べるようなとこになって、結構人もたくさんいましたね。で、ホテルになって泊まることができます。なかなか、このダブル苫前ですか、いいとこですね。温泉もあります。に温泉の入浴のお客さん結構たくさん、来てたみたいです。ホットハブのキャンプ場はですね、ちょうど高台にありますね。高台にありまして、もうオープンになってます。1人だけテントを張って利用されておりました。もう管理人さんも常駐されてます。で、非常にもう綺麗になってますんで、いつでもどうぞということです。それから初山別の方のキャンプ場は無料で利用できます。無料で、どこでもテントを張ってください。しかしながらバンガローだけは、有料ですんで、多分こう道の駅で、受付やってるんじゃないかなとは思うんですけども、もう別にこう別途申し込む必要があるみたいですが、まあ、テントと、は、ただで、張れるみたいです。少しキャンプ情報も貼ってみようかなと思ってるんですけども、大きなキャンプ場ばっかりですよね。大きなキャンプ場はもうほとんどオープンになってますから大丈夫ですね。問題は小さなキャンプ場ですよね。まあ、オートバイで来られて、テントを張って無料でゆっくり過ごしていこうというところですね。まあ、海沿いですよね。内陸の方はどうなんでしょうかね。人がたくさんいればいいですけど、ちょっとクマが出るとかなんとかっていうのが、この頃盛んに言ってるんで、ちょっと、どうかなという感じですね。これが、初山別です。初山別の天文台、中の方に、入っていきました。初めて入りましたね。で、これから上の方に上がっていきます。展示ホールがありまして、ここで撮影した写真がずらっと並んでますね。いろんなこう、星を撮ってますね、天体を。さすがですね。綺麗に、撮れてました。で、ここから上の方に上がっていって、屋上望遠鏡のとこまで、行きます。これが中間のとこです。大体2階ですね。2階にあります望遠鏡がずらっと、並んでます。小さな望遠鏡ばっかりですが、並んでるところです。あ、違うな、これロビーですね。
足取りがこう、テレビを見てました。なんかいろんなレクチャーのテレビです。でこの丸いおしゃれな感じのところのを登っていって、これが望遠鏡ですね。反射望遠鏡です。なかなかすごいごっついですね。いかにも重たいぞという感じですね。これわざわざドーム開けてくれて、望遠鏡を金銭セットしてくれて、どうぞご覧くださいって言われました。まあなかなか良かったですね。でこの小さな望遠鏡も上についてまして、これで狙いを定めて、さらに大きな望遠鏡で、微調整をして、今回は金星を狙ったということです。これ係の方がいろいろ調整してくれます。後ろの方にこういう機械がありまして、これで、ずっと動きを追っていくところです。これが天文台の屋上に出ました。屋上から海の方向、そして牧場の方向などを、見ることができます。これテント張って煙突立って煙出てますよね。そうですよね。ストーブ炊かないと寒いですもんね。なんで桜もやっともうそろそろ咲き始めるかなというところです。ここは物産展なんですが、まだオープンされておりません。広い駐車場と、トイレの立派なトイレが、用意されています。この丘の下の方が、温泉施設、そして道の駅になります。警察の見回りあります。三崎台公園、初山別村ですね。でバンガローが8つあるんですが、4つは埋まってました。下の方にはパラパラと車 2,3 台ですか止まってましたね。でテントを張ってキャンプされている方です。やはりこの時期バンガローに入らないと寒いですもんね。バンガローに入ってゆっくり過ごしているんじゃないかなと思います。上の方には灯台がありまして、ここにはテント組はストーブで煙突から煙を出しながら薪を焚いてるんでしょうね、多分いるということです。これが初山別の道の駅です。それほど大きな道の駅ではありません。中にはイートインコーナーがありまして、皆さんラーメンを食べてらっしゃいました。初山別特産品は何だったでしょうかね。これが外の方なんですけども、バーベキューコーナー、そして、ゴーカートですか、それが乗れるようになってます。今回は利用されている方はここにいませんでしたね。ゴーカートが2組だけ、乗ってたみたいです。このゴーカート動いてるの初めて見ましたね。初山別って結構ちょこちょこ寄るんですよね。オルゴン回路好きで走ってるもんですから。でもここでゴーカート動いてるのは初めて見ましたね。この向かいが、初山別、岬の湯という温泉施設です。500円で入ることができます。タイヤがすごいタイヤですね。これぶつかる人いるんでしょうね。でもそれほどスピード出てないですよね。ゴーカートっていうのは結構スピード感があってかなりすごいんですけど、これが温泉です。入浴させていただきました。ここに入浴2時間ぐらい入ってましたかね。で喉がカラカラに、乾きましたけど、急いで塩別の道の駅に行かなければいかんということで行きまして、塩別の道の駅はちょっと過ぎたところにセイコマートがあるんですよ。そこまで行きまして、また U ターンして塩別まで戻ってきたということで、何が何でもビールを飲むぞということですよね。フロントの方をフロントを、ご用の方はフロントへどうぞということです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。